さあ、一品が出るのは、ビブラ客、ビブラ客、反対で、こうか、ほっ、ほっ、ビブラ客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 、ふっ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 発声も速くて判定も強くて、レディさあ初手ゲージ内心同士だったらガイもそれとしてかなり機能するキャラです。さあ踊るぞジャンボコシメで
下が右から下がり3円出してスクラブでスペース出して3円張って持っていくさあガイ、さあガイはね前期から強い体力を上から数えて2番3番の位置にいる。この3体距離も高いキャラなので、さあ肉弾戦はかなり得意としているキャラですけども、ジャンプ通しになってもう1回ジャンプ通し、あジェット足になってしまった、AC当てて、さあガイこの駒投げ、ガイといえばこの上を掘るこの駒投げを決めていきたいところだから、さあシュート決めて、さあセービングシュートを使っていったのはこの選手、さあブレスを出したんですけども、これまだガイって空中にいた、デートラッシュ補正を切っていました。これはあえてやったんでしょうか。さあピッピッとしてこれで今度はどういうことで、さあ地上コマヒットしました、下が上からこっちピッて下がヒットした、セービングシュートしました、ロイヤルでしっかり落とす、レクさんはクーラークーラー対策、さあクーラーの誰か満タン、これはバイスサイクル見つけてしまった、ビートラッシュまで消えていく、体力4割を奪っていく、さあここからバックイントで、さあピッチ、さあジャッジはどうでしょう、今そのジャッジで完璧にジャッジ行って、さあセリア暴れて、さあレースに当たってジャンプ落としていって下が当たった、セービングシュート出てきたのはアーデルハイド、スクラーゲンのスクラムガードされた、相手の暴れを見でしょ、そらしていく、さあエルザベート、これはこれを前つけて、さあテンパっているのか、極めきの嵐決めて、さあ倒していく、しかしエルザにはゲージがない、ゲージが欲しい、スクラーゲンやった、ソンソンさん1回戦突破、当然の結果だ、新勝です、さすがはローズのお兄様ね。レディーゴさあ手前側の方見ていきましょう、ホウ選手と食選手、ランピー側が食選手、ウッディ側がホウ選手ですね、オズ対オズっていうのはなかなか珍しい組み合わせですけども、ここから投げてきて、これで風を上げる、遠距離
でカードを投げてそれに投入したところに全力で殺しかけていきたい。多くのスタイルは戦闘では投入始まりが要求されます。シードして1本目やってさあ、ダンシングして体力は本当に変わらない状態ですけども、ほら変わる前でジャンプ通してさあ、リヒットして画面端の持ち攻め、これはしゃがみヒットして終わりは1回調整ダウン、今度はこっちの攻め。さあ、これは攻め丸れるさあ、画面端のここが5本目やった。さあ、この上で男子へ向けて A0-0 本選手加えまして、さあ、ガクのセリング速攻でプレー速攻していきます。これはポーがヒットした。さあ、ガトがポストキル、ここからランディングでチェーンドライブ、安定ルシー、ボールで7割を持っていく。この交代してこれは出てきて投げ投げ受けを決まってポーリーカンデッシュが残りライブ2割。投げは受けられる、シュートシュート出発に答え出ましたが、そうさあ、答え1ゲージの状態では地元目線で通常受け全然ね、振られていきます。さあ、ジャッジヒットして踏みで暴れる、しゃがみから腕を決めて暴れる、シュートでクーラー上下を判断してクリします。これはクローバイトを外す、先手球でクローバイト2ヒット少し決めて、少し追いかけた、これももう発火トロバイスで3人さあ、しかも2トロゲ追いかけて破れる、ダウンになっている、やめてくるダイヤモンドシュート、ミシラシュ2トロゲミシラ破れて、さあ、残りたいなんて一人、さあ、なんてよさあ、頼むべくり最後は投げたー、ホーバー選手勝利。もううんざりなんだ